集めるんだ、5人の戦士を、そして作るんだ、最強の軍団を。この番組は JVC エンタテインメント、スクウェアエニックスの提供でお送りします。ダメだろう。先輩って言ってたくせに。聞こえてんじゃねえか。ダメですよ。ちゃんと顧問しなきゃ。受験で来られない先輩たちのためにも全国を目指しましょう。肝心の2年がお前以外幽霊だからな。ま、新入部員入るまで待ってくれ。先生もう帰るんですか。相手してってくださいよ。腹が減ってる、動きたくない。あんた先生でしょ。部活なんて楽しんでやれりゃいいんだよ。のんびり行こうぜ。いや、まず楽しくないし。引き立て稽古しましょう。それそれ。金がない、少ないとかじゃなくてない。はあ、飯代削るしかねえよな。情けねえ。大変ですよね。二つの学校掛け持ちで指導なんて。でもやっちゃう俺ってすごいよな。先輩、昔っから面倒見いいっすからね。人の上に立つ才能ですよ。おごってもらおう。褒めて、酔わせて、これ全部おごってもらおう。同じのもう一つ。やっと女子の部員が集まってな。お前も剣道部持ってんだろ。試合組もうぜ。ああ、いいっすよ。あ、
でも今一人しかいないんで新人入ってからだな。小次郎。はい。賭けをしないか。押して、いいぜ、やって、集めるんだ5人の戦士を、そして作るんだ最強の軍団を。すげえな、怖え。先生、いきなりなんすか。昨日とまるで別人ですよ。俺は本気になったんだ。お前も言ったろ、どうせ目指すなら全国だ。先生、まず君の部長のお前が強くならなきゃ部員も集まらないぞ。はい、私頑張るっす。入部希望なんですけど。仮入部に来ました。お、試合の相手は女子だ。男子は邪魔だ。試合？あ、そうそう。先輩んとこの女子と練習試合をすることになったんだよ。おお。だから、とにかく女子を5人集めるんだ。団体戦の数が揃わねえ話にならん。なるほど。そういうわけだから、さえもさっさと引っ張ってこないとな。いや、あの子もそろそろ戻る頃とは思うんですけど。あ、さや？見学なんですけど、いいですか？だから男子はいらないっつってんだよ。あ、うわ、いいよ見学なんて、もう入っちゃえ入っちゃえ。ほら、ここにクラスと名前。はあ、中田くん、あとで俺の卓球部見学にも付き合うって言ったじゃんか。映画くん、分かってるよ、ちゃんと一緒に行くから。絶対だよ、一人で行くの怖いんだよ。他の人は？3年は進学クラスだから引退だね。でも2年は他に3人いるよ。少ないよ中田くん、一緒に卓球部に入ろうよ。でも俺は剣道が好きなんだ。今日はあまり人もいないみたいだから、また来ます。早く。なあ桐野。何ですか？俺ダメな先生だな。自分のことしか考えてないよな。でもさ、生きるって大変なんだよ。は？お前んち蛍光灯余ってない？なんか強いやつ見つける方法ねえかな。あ、こういうのどうですか。竹刀みたいなものを持ってる人にたくさん石を投げるんです。剣の達人なら全部投げ払うはずです。時代劇かよ。あ、ダメかな。でも私嬉しいです、先生が私のためにやる気になってくれて。危ない、野球部のボールか、テニス部のボールも。ラグビー教頭が大会から足滑らせた。お前の力が必要なんだ。興味ないです。興味ないです。なわけあるか。ありえねえ、ただもんじゃねえよ。ちくしょう、剣道部入れよ。川添玉樹。もういいぞ、
玉木、ご苦労だった。お疲れ様でした。汗かいてねえよ。おいおい、勘弁してくれよ。いただきます。いい匂いしてるな。父さんの分もあるから食べるなら温めてください。ああ。なあ玉木、学校では剣道部に入らないのか？どうして入るんですか？どうしてって、家で毎日やってますよ。いや、うん、学校はまた学校で楽しいぞ、きっと。まあ、いい。ごちそうさまでした。後で洗うから、つけといてください。母さん、年頃の娘はよくわからんな。おお、何？食が間違えた。待てば、入ってない。どうやってもうまなんねん。ちゃんと作ってんのか？半笑いでよそ見しながらゲーム片手に優雅に作ってます。カレーの神様に謝れや。お前ら今日は随分激辛。こうやったら倒すんな。そっちはうまないし。面白い。部長です。失礼します。昨日来た中田ですけど。おお、待ってたぞ。クラスと名前。またついてきちゃったんです。なんで泣いてるの？卓球部ありませんでした。そういえばそうだったな。でしたね。なんで教えてくれなかったんですか？まあこれも縁だよ。君も剣道部に入って。やったことないし。大丈夫、ラケットも竹刀も同じ木だから。木。キリノ、それはちょっと。うちは初心者大歓迎だから。剣道は夏は暑くて冬は寒くてコテは臭いけど、やったら絶対面白いよ。ところで中田くん、君彼女いる？一緒に剣道部に入ってくれたりしない？いないですよ、そんなの。俺の彼女誘ってみます。え？あいつまだ部活決めてないから。いるのかよ！ねえねえ、竹刀持たせてよ。早く振らせてよ。ダメ！映画くんは夏まで筋トレだよ。高校用の注文しないとな。友人はしない持っていいのかよ。食っていいのかよ。中田くんはいいの、初心者じゃないから。いつからやってんの？中学は3年剣道部でした。あと小学校の時道場に。あー、どこの？川添道場です。川添道場？田中くん。中田、中田、君を引き入れた俺の目に狂いはなかった。俺自分で入ったんですけど。ねえ、俺も防具つけてしない振りたいよ。いいよいいよ、自由にやりな、勝手にやりな。君の栄田君は頼むぞ。ねえ、その道場にお前と同じぐらいの子いたか？おう、たまちゃんすか？そう、たまちゃん、1年9組川添たまき。実は昨日一生懸命彼女のことを調べてたんだよ。なんで？頼む、彼女を剣道部に入れてくれ。たまちゃんすか？多分無理っすよ、そういうの興味ないから。え？中学ん時も誘ってみたことあるんです。でもなんでって。たまちゃんにとって剣道は家の手伝いみたいなもので、好きとか趣味とかじゃないんです、きっと。そういう子か。さてどうして入れたもんかな。どうしてそんなにたまちゃんを入部させたいんですか？彼女が入らなきゃ始まらん。いや、すべてが終わると言っていい。よかったら事情を教えてください。賭けだ。賭け？俺の教え子は強いぜ。
もしお前んところが勝ったら、うちの親父の店一年タダで食わしてやる。本格江戸前寿司一年間無料食い放題。えい、うるさい。本格江戸前寿司一年間無料食い放題。えい、うるさい。本格江戸前寿司一年間無料食い放題。えい、うるさい。どんな手を使っても勝てば寿司食い放題だぜ。丸一年食費が浮くんだ。この人はダメだ。ダメな大人だな。生徒のこと何も考えず自分のことばっかり。本当にダメだな。なんていうかダメダメだな。お、トマちゃん、今日遅いね。うん、道場の手伝いないから買い物。でもどこにも売ってなかった。何買いたかったの？DVD 初回限定生産ボックスだからもう売り切れちゃった。予約忘れて昨日は日直で買いに行けなくて。ふーん。あのさ、たまちゃん。何？寿司食い放題だぜ。いや、もったいないけど。ん？ユージ君。ん？タマちゃんはもうやめてほしいな。高校生だし。じゃあ、なんて。川添、タマキ。タマ、タマ。めんどくさい。タマちゃんでいいや。映画の彼女か。どんな子ですかね。中学の時からの付き合いらしいんです。どんなのが来ると思う？正直俺は存在すら危ういものと考えている。あいつの心が生み出したあいつにしか見えないものかもしれんと。俺は普通の子だと思いますよ。ただ彼女というより女友達みたいな感じの。いやいや、ああいうのに限ってキラキラキュピーンを引いてるもんなんすよ。俺の考えでは美男美女のカップルは見ていてムカつく。逆はもう見ていて悲しい。カップルは合わせて100点。つまり30点の男には70点の女、10点の女には90点の男というのが世の中のバランスにもいいと思うのだ。必要以上に熱がこもっている。だから本当にこんなのかもな。まさか。お待たせ、ミヤミヤ連れてきたよ。はじめまして、宮崎美也子です。ふざけんな。富山、まだ携帯見つかんねえのかよ。さっきの視聴覚だ。付き合え、岩沢。めんどいな。富山くん、これ君の携帯だよね。ごめん、同じ機種だったから間違って持ってきちゃった。うん、高すぎ。かわいそうじゃね。いや、だから俺も部活が。お前の助言が必要なんだ。川添玉木の入部作戦には。入部届持ったらすぐ戻ってミヤミヤに書かせろよ。あれはあれで貴重だ。イエッサー。ん、小次郎だ。お、岩佐、富山、サボってんじゃねえよ。部活出ろって。今日は忙しいんすよ。2年の男子だよ。あ、ヒリノ、部長になったんだってな。そうだよ、後輩入ってるんだから男子もちゃんとしてよね。ふっ。しないってこう持つんだぜ。ダンスかっこいい。電池切れだ。お前今日超笑えんな。ムカつく。どうだ、どうだ、これが月だぜ。すご
ポーツで発散していくか。何かないのか。川添玉木の心がドーンと動くポイントは。そうですね。たまちゃん、この前のほら、2年の千葉キリの剣道部部長です。よろしくね。はあ。もう部活決めた？入れない？剣道部。私は別に。だよね。わかんないよね。見学もしてないんだもん。じゃ、早速行ってみよう。私は別に。うわぁ！痛いよ。立てよ、一年。先輩が稽古つけてやるよ。次、小手行くか？やめさせてください、こんな稽古。まあまあ。うわぁ！富山くん。ダメでしょ、いきなり後輩いじめなんて。男子もちゃんとしろって言ったのはお前だろ。俺たちは俺たちでやってるよ。次は月の練習しようぜ、映画くん。はぁ、先生呼んでこなきゃ。なんで？部長の桐野さんよりあの人の方が威張ってるんですか？この部じゃ一番強いからね。あいつのせいで辞めたやつ結構いるんだ。一番強いから威張ってるんですか？わかりました。たまちゃんは普段は静かでおとなしいんだけど憧れているんですよ、昔から正義のヒーローに。だから悪い奴は絶対許さない。9組川添玉木、今だけ仮入部します。JVC エンターテインメント、スクウェアエニックスの提供でお送りしました。